2002年のソルトレイクシティオリンピック男子シングルの会場は大きな興奮に包まれていました。ショートプログラムトップ、ロシアのアレクセイ・ヤグディン。曲は映画仮面の男。あらゆる国際大会を制覇した男が最後に残ったオリンピックの金メダルを勝ち取ろうとする演技です。6.0 も出ました。優勝ヤグディン、ヤグディン勝ちました。王座奪還、一度失ったチャンピオンの座を再び、新世紀最初のオリンピックの舞台で取り戻しました。素晴らしいヤグディン。堂々たる演技で獲得した金メダルは、実は失意の中から這い上がり手にしたものでした。わずか1年前、ヤグディンはどん底にいたのです。2001年、ヤグディンは一人のライバルに次々とタイトルを奪われていました。エフゲニー・プルシェンコです。2月のグランプリファイナル、ここでもプルシェンコは攻撃的な演技を繰り広げます。3回転のトーループ、ダブルのループ、ここで4回転、3回転、2回転。これほど激しいガッツポーズをプルシェンコを見せたのは初めてです。後に滑るヤグディンにプレッシャーをかける2度3度のガッツポーズ。そしてヤグディンの演技、4回転のトーループ、わずかに手をついた。この2人のこのツーショットというのは本当にもう日本では最初で最後になるだろうと思いますが、さあヤグディンの得点はどうでしょう。技術的な評価は、これはまだ分かりませんね。そうですね、プレゼンテーションが出ないと何とも言えないですね。そのプレゼンテーションは、プレゼンテーションの数字の下にジャッジが1をつけた方が多い方が勝ち。ヤグディンは2人、プレシェンコ、ヤグディンを破ってファイナル連覇。惨敗の中でヤグディンの頭の中にあったのは、自分が選手としていかにありたいかということでした。フィギュアスケートは非常に近いバレエと、だから私は考えます。良いフィギュアスケート должен исполнять как хорошие элементы на высоком уровне, также быть артистичным и пытаться передать тот, создать тот образ на льду и передать те чувства, с которыми связывает его программа и музыка. В 17 веке в Париже 民衆の苦しみを分かろうとしない国王に対して立ち上がったダルタニアンと仮面の男の物語。ヤグディンが再起をかけ、より優れた役者になろうとした舞台、それがソルトレイクシティオリンピックでした。演技の終盤、あのステップに入る前にすでに確信しました。
王座を奪還したことを、再び王者、再び頂点を奪還したことを確認しました。王者ヤブディン、どん底からの復活。この日ヤグディンは伝説になりました。